稲川先生も YouTube での露出が増えてきましたが、交流はありますか？今私会ったりとかあんましてないんですけどね、結構前、かなり前になるんですけど、お会いしたりしてました。私からね、ちょっとあの稲川先生のことね、お話ししていいのかどうかっていうのがよくわからないので、あんまり詳しくは言えないんですけれど、実際にお会いして、教えていただいたことっていうのはありますね。はい、稲川さんを含め、スマドシの坂口拓さんについてどう思われますか？坂口さんはあの映画でね、もう若い頃から知ってるんですよ。あのね、なんだっけな、バーサスだ。バーサスっていうね、映画で多分坂口拓さん出られてたという、まあ、主演だったと思うんですけど、その私は本当若い頃からそれ見てすっごい面白いなと思ってですね、坂口さんの映画結構見てますね。すごく楽しく見させていただいてて、で運動神経もすごいいいと思いますし、武術もやられてて、まあ、すごい人だなと。日本の ね一応第一人者のアクションですね。そうですよね、すごいですよね、アクションもすごいし、ね、稲川先生も ね我々は教わってますし、そうですね、すごいすごい人だと思いますね。はい、ありがとうございます。稲川先生のとことん対談できませんか？たくさんもできたら対談する機会があるよね。別にしね、機会あるから別に、じゃない。稲川さんはだよね、あの長谷さんに電話来るもんね、たまにね、ね、どうも元気ですか、元気ですかってね、来るぐらいでね、我々は稲川先生もよく知ってますし、知ってますよ、佐久志さんも私も意識ありますし、ああそうなんだ、面識はないけど、映画見てましたよ、いつも面白い、ラーメン食べたりとかしてるんでしょ、